まあ、かなり強い霊場らしくて、まあ、死者が集まってくる場所って言われてます。もう入り口から早速いっぱいお地蔵さんが。あれ、何この道、一面お墓だ。下へ下へと続いてますね、道が。あ、やばい、ごめんなさい。こんにちは、まめです。日本一周心霊スポットの旅、東北編6日目ということで、現在地は青森県青森市です。このチャンネルではバイクで日本一周しながら全国の心霊スポットを待っています。はい、ということで今日も雨です。雷も鳴ってます。まあ今ね、ちょっと奇跡的になんか止んだんですけど、この後どうなるかですね。今回の旅もね、なんか雨めっちゃ多いなって思ってましたけど、さっき気づいたんですけど、普通に今梅雨でしたね。もう存在を忘れてました、梅雨の。ただ梅雨時期に俺がのこのこ旅に出てきただけでしたね。てかまた雨降ってきた。でも俺が向かってる方はなんか明るい気がする、空が。まあということで、これから向かうのが青森県の五所川原市にある心霊スポットの西の河原地蔵村です。西の河原って早くいなくなっちゃった子供が行く河原ですよね。西の河原とは三途の川のほとりにある河原で、親よりも先に亡くなった子供が行く場所とされているぜ。古代仏教では、親よりも先に死んでしまうことを親不孝という考えのもと、その報いとして子供たちが供養を受ける場所とされているんだ。西の河原では親の供養のために石を積んで供養の塔を作らされるんだが、完成しそうになると鬼がやってきてその塔を破壊するんだ。こうして子供たちは永遠にここで石積みをさせられるんだが、いつか地蔵菩薩がやってきて救済されるそうだ。こうした俗信から西の河原の語は、報われない努力、徒労の意でも使用されることがあるぜ。まあ今まで西の河原結構何個も行ってきたんですけど、その青森県の西の河原は、まあ、かなり強い霊場らしくて、まあ、死者が集まってくる場所って言われてます。まあで夜行くと赤ちゃんの泣き声が聞こえたりとか、子供の幽霊が見えるそうです。まあ中にはね、大量のお地蔵さんが祀られてるみたいなんで、結構雰囲気がある場所だと思います。おー、雨が強くなってきてる。まあということなんですが、そこに行く前に今日も青森のミステリースポットに寄っていきたいと思います。でその場所っていうのがお釈迦様の墓なんですけど、まあ、お釈迦様ってあれですよね、仏教を開いた人ですよね、悟りを開いて。まあ、お釈迦様ってインドの人なんですけど、なんで青森にそのお墓があるかっていうと、あの竹内文書によると、あの前回キリストのことも書かれてた古文書ですね、まあそれによると釈迦は生きてる時に青森に修行に来てて、でそこで悟りを開いて、でインドに帰って仏教を起こして、で最後また青森で生涯を終えたっていう。だからもう仏教があるのはほぼほぼ日本のおかげっていうことなんですよね。まあ、もちろんそんな記録は竹内文書にしか書かれてなくて、普通に釈迦はインドで死んだっていう記録が残ってるんですけど、まあ、でも竹内文書に書いてあるのでね、ほぼ間違いないと思います。この説明あれだな、キリストのお墓の説明とほぼ一緒だな。なんか竹内文書、月刊ムーと同じ香りがするんですけど、気のせいですか。編集長一緒なんじゃないの。まあ、その墓はね、文殊山っていう山の中にあって、でその山の上ではめちゃめちゃ UFO の目撃が多いらしくて、 UFO の基地になってるんじゃないかっていう風に言われてます。まあ、あとはね、レプティリアンの地下基地があるんじゃないかとも言われてます。まあ、そしたらね、 UFO が飛んでくるのも納得ですよね。まあ、他にもね、火の玉が現れるらしくて、火の玉探索ツアーみたいなのもやってるみたいですね。まあという感じでね、噂が本当ならちょっとものすごい場所だと思うんで、まずは文殊山に向かいたいと思います。今日も近い、ここから45分ぐらいですね。もうちょいで着くんですけど、ちょっと待って、雨のせいでめっちゃぬかるんでる。やばい。どこですか、文殊山。あ、ガチやばい。かなりぬめってる。あーとーしょしょってしあれ、あ、ここかな。こっから上がっていくのか。登山口2個ぐらいあるんですけど、ちょっとなんかマイナーな方来ちゃったな、多分。もういいや、もうここでいいしよう。ここから登っていきます。おお、綺麗。お邪魔しまーす。てか釈迦の墓すぐあると思ったら、結構ちゃんと登山しないといけないっぽいっすね。こんにちは。てかなんか急に晴れてきたな。すごい、なんかいっぱいありますね、こういう観音様かな、これは。空が見えないですね。 UFO 見えないな。なんかめっちゃ声しない。何の声。レプテリアンかな。余裕があればね、レプテリアンの
基地の入り口でも探したいと思います。結構きついぞこれ。やばい、普通にきつい。疲れた疲れた、なんかいる。神社だ。こんにちは。くっそ、お釈迦様じゃない。あれあれ、お釈迦様じゃない。前田って書いてある。なんかすごい拷問されてるけど大丈夫。ああ、釈迦の墓どこだ。疲れた。あ、なんか開けたぞ。梵珠、あ、ここ山頂だよ。梵珠七観音、こんにちは。ああ、綺麗。久々に空を見た。っていうかちょっと待てよ、釈迦の墓ないんだけど。てかすげえ、めっちゃ綺麗だ。遠くに街が見える。そうだ、 UFO 探さなきゃ。ああ、眩しい。いないですね UFO。 でもこんだけ青森県で UFO の目撃が多いってやっぱ変ですよね。なんかあるんですよねきっと。釈迦の墓探します。ないじゃん。嘘でしょ。マジでどこ、こんなに探すことになると思わなかった。この辺じゃなかったらもうないぞ。ここにあってくれ、頼む。なんかあってくれ、頼む。あ、あれ、ちょっと待って、嘘。これや、あった、ありました、お釈迦様の墓です。これ多分もっとちゃんとしたやつだったんだと思うんですけど、腐り果ててますね。マジか。インドとかにあるお釈迦様の墓とはスケールが違いますけど、まあこっちが本物ですからね。ちょっとお賽銭。よし。いやー、マジか、これか。本当にもう釈迦の墓とも書いてないですね。もうもはやなんだかわからない、ね、案内板とかもないしね。お邪魔しました、失礼します。ちょっと想像の100倍しょぼかったな、ね、釈迦の墓を名乗るならちょっともうちょい綺麗に しといてほしいですよね。ただいまーす。バイクがさらに汚くなってる。帰ったら洗車ですね。そしたら心霊スポットのすぐ近くに無料のキャンプ場があるみたいなんでね、そこに向かいたいと思います。これか、オートキャンプ場。おお、結構いますね。すごいですねこれ、無料って。どこでもいいのかな。したらここにします。来ました。はあ、マジで虫とかもいないし、気温もちょうどいいし、雨止んだし、最高ですね。外で寝る方が気持ちいいですね。ということで風呂ですね。ちょっとね、もう足が大変なことになってる。靴の中もびっちょびちょだよ。まず風呂行って食材を買ってきて、ここで食べましょう。よし、行くか。着いた、ここですね。くそ、めちゃめちゃ雨降られたよ。またやんだけど、せっかく風呂入ったのに。風呂入った直後にこれは結構来ますね。これはスーパーなのか、なんか洋服が売ってるな。帰ってきました。やべえ、だいぶ暗くなってきた。そしたら料理の準備します。
かいい匂いする。はあ、うまそう。これ遠いな、火から。これダメだな、暖房ぐらいのあったかさだな。ご飯もOKかな。ちょっと、あ、いい感じ。いただきます。うまっ。マスタード、うまい。で、うなぎ、これ詰められていきます。めっちゃいい感じ。なんかこの辺りの雰囲気が、ラーメン屋でよかった。できました、うな重です。ごちそうさまです。あ、そしたらね、夜が更けるまで動画編集でもしてます。はい、ということで夜になったので心霊スポットに向かいたいと思います。近いので歩いていきます。いやー、爆睡してしまった。もうこの辺はね、夜になると人の気配っていうのが一切しないですね。昼間はね、割と車も通ってたんですけどね。なんかこういう誰もいない道歩くのなんかいいですね。霧がすげえ、視界が白くなってますね。もうね、なんかマジでこの道怖い。なんかホラーゲームの世界みたいですね。で、自動販売機。はあ、見えてきましたね、あれだ。向かいにね、福祉センターがあって、街灯が強いんで、入り口はあんま怖くないですね。なんで夜なのにこんな明るくしてんだろう。はあ、到着しました。こんばんは。すいません、夜遅くに。ボケ封じ地蔵尊。あ、ボケを。なんでこのタイミングで消えたの。え、なんで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 、え、なんで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 。11時51分。別になんかちょうどいい時間でもないし、っていうか誰もいないよね。こんな時間に施設に人がいるわけないし。なんで消えたの今。ちょっとめっちゃ怖いな、タイミングが。すいません、お邪魔します。到着しました、西の河原地蔵尊堂です。金剛力士像が。お邪魔します。もう入り口から早速いっぱいお地蔵さんが。
川倉祭の河原地蔵尊、恐れ山と同様であるが天空から。川倉祭の河原地蔵尊は恐れ山同様強力な霊場であるが、その誕生は実に奇妙なものなんだ。言い伝えによると、数千年前天空に謎の発光体が現れ、この地を光で照らしたそうだ。そしてその光で照らされた場所から大量の地蔵が発見され、地蔵尊堂が建てられたんだ。こういった言い伝えから、この地も UFO と深く関係している場所とされているぜ。ちょっと待って、めっちゃ怖い。すっげえ気配すんな。かわいいミニお地蔵さんがいる。こんばんは。こっちは社務所かな。あ、びっくりした。びっくりした、びっくりした、びっくりした。こんばんは。地蔵尊堂。夜遅くにすいません。なんかかわいい着物を着たお地蔵さんが。ここからがその地蔵尊の入り口みたいな感じですかね。お邪魔します。こんばんは。いっぱいいっぱいお地蔵さんがいる。ちょっと待って、これお寺の脇にもなんか、こっちにも大量のお地蔵さんですね。こっちはなんかみんな小屋の中に入って、ほら、あー、ちょっと道をそれちゃったけど、こっちにもなんかあんな。ここ今お寺の真裏なんですけど、真裏に鳥居がある。道があるわ。鳴き声かな、鳥かなんかの。であっちもなんかバーって並んでるお地蔵さんがいっぱい。すっげー、なんかここ鳥肌立つな。こんばんは。あ、なんかここのお地蔵さんは全部古いっていうか。お邪魔しました。処分されちゃうお地蔵さんですかね、あれは。お邪魔します。ちょっとくぐってみます。こっち何っていうか、このお寺想像以上に広いな。って、水の音か。鳥かな、鳥の声かな。なんだここ。なんだろうここ。あ、中になんか祠みたいなのがありますね。こんな感じです。てか、なんだ、どこに出たんだ、これは。ちょっと待って、謎の道に出ちゃった。あれ、なにこの道。戻りましょう、戻りましょう。一面お墓だ。疲れた。これ、正規ルートですね。こんばんは。
この、あ、無縁仏供養。すいません、失礼します。すごい道脇にずらーっと。子供が遊ぶための風車が刺さってますね。下へ下へと続いてますね、道が。なに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 、雨が降ってきたのかな。こんばんは。十字架だ、ここ。十字架のバッグを持ってますね、みんな。なんで十字架なんだろう。あ、ちょっと待ってよ。なんかお腹痛くなってきた。なんか内側からえぐられるような痛み。そうすると、なんだろうこれ。道に出たな。こっちはもうずっと道っぽいですね。遊歩道だ。そしたら戻ります。マジでお腹痛い。あ、したらさっきと違うルートで上に上がっていきます。ああ、これ最初の広場だ。こっちの奥はなんかちっちゃい祠がありますね。なんかこの祠反対だ。反対っていうか人が立てない位置に向けて作られてますね。なんで、ほら、何これ、ヘッドホンみたいなのが置いてありますね。これで一応全部回ったかな。そしたらちょっとこのお地蔵さんのところでスピリットボックス使ってみますか。こんばんは、疲れてますか。幽霊を探す旅をしてまして、よかったら姿を見せてもらうこととかできませんか。どうもありがとうございました。失礼します。ちょっと一回写真撮ってみます。まあ、ちょっとね、赤ちゃんの泣き声とか足音とかも聞こえるってことなんで、最後ちょっとだけここで定点カメラ置いてみましょうか。最後ちょっとここで定点カメラ回させていただきます。すいません、お願いします。よくね、します。したらね、電気消したいと思います。まずは一個、これやばいですね。雨音かわかんないけど足音みたいに聞こえる。多分雨音だけど、いつものやばいよりはちょっとマシですけど、この目の前の光景がやばい。この暗闇でこんなに耐えれてるのは多分初めてですね。はあ、やばい。そしたら暇なんで、じゃ
質問コーナーでもしますか。そしたら第1回質問コーナー、じゃあ皆さんからコメントで寄せられてた多い質問に答えます。何個か書き出したんですよね。まず一番多い質問、幽霊はいましたかっていう、まあもともとね幽霊がいるか確かめるっていう目的で旅を始めたんでこの質問が多かったんですけど、80% です。 80% いる。まあ、旅をね始めた時は 10% だったんで 70% アップですね。こっち見るとやばい。なんだっけ、そうだ、あれ、やばいやばい、うるさい、動物ですかね、動物ですかね、もういいや、もう質問コーナーもおしまい、定点終わり。かなり近くで足音したけどな、足音っていうかなんだろう、ガサガサって。なんだっけ、1個目の質問か、それだけ答えて終わりにしよう。電気消します。うわ無理だ、ちょっと待って、厳しい、もう電気消したくない。あーやばい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 。そう、 80% に跳ね上がりました。理由としては一番はあれですね、声ですね。あの動画に入ってる声、あの結構加工すんなみたいなコメントもちょいちょいいただくんですけど、あの本気でマジで加工とか一切してないです。まあね、加工って疑われるぐらいのね現象が起きたってことで、それは喜ばしいことですけど、もう無理、もう無理です。何ですか今のでっかい音は、自然界であんな音鳴らないでしょ。頭痛くなってきた、頭痛い。もう一回消します。ちょっとやっぱすごいな気配が。なんだっけ、何が言いたいんだっけ、もう分かんなくなっちゃった。とにかくその動画の声ですね、動画に入ってる声、もうそれで80まで跳ね上がりました。ってことでちょっと第1回質問コーナー1問で終わりにします。よし、帰ります。すいません、お邪魔しました、ありがとうございました、ありがとうございました、お邪魔しました。あ、ちょっと待って、これ気づかなかったけど、さっきなんかでっかなお地蔵さん、めっちゃ怖い顔。あ、すいません、怖い怖いって言ってすいません、めっちゃ怖い顔、ちょっと。ああ、GoPro の電源が落ちた。なんで。ちょっと。やばい、どう。すいません、お邪魔しました。失礼します。こっち見そう。こっちを見そう。お邪魔しました。すいません、夜遅くに本当にすいません。GoPro 電源が落ちたよ。ちょっとね、一回神社出ましょう。神社じゃない、お寺出ましょう。すいません、お邪魔しました。ありがとうございました。は
はい、ということで西の河原地蔵村でした。まあ、全然ね嫌な感じとかはなくて、本当に、まあ、神聖な場所って感じでしたけど、やっぱ最後気配がものすごかったですね、暗闇にした時の。ということでまだまだ日本一周続けていきますので、よかったらチャンネル登録してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。